私が欲したものは決して手に入らない。聖母祭での伴奏でも私は彼女の期待に応えられるだろうか。失敗作も私が家族からの愛情を受けず、母に呪いを受け、何もつかむことができない。私がそうだ、今日初めて一人で乗った電車やバス。バスが廃線になったなんて知らなかったもの。調べてきた直通のバス、まさか2年も前に亡くなっていたなんて書いてなかったし。私が欲しいからアミティエ制度のある学院に通いたいって私から言い出したんじゃない。祖父から教えてもらった学校、聖アングレカム学院。
綺麗。気がついたら逃げ出してしまった。そうだ、あの時だって最初は話しかけてくれる人はいた。
桜。夜更けに驚かせてしまったみたいだね。あんまり桜が見事だったからつい見とれていたんだ。こういう景色を盤景、円景というのだったかな。まるで桜の雨が降っているようだ。
穏やかな日和。冷たさが消えた暖かな風。いえ、それよりも、この学院で新しい出会いを得られるだろうか。友人を作れたことのない私は